はい、皆さん、こんにちは。熊谷康雄です。さあ、昨日はバド・パウエルのバウンシング・ウィズ・バードサビに入る直前で、パクったフレーズをなんとスティービー・ワンダーの曲にぶっ込みましたが、今日はサビの真ん中あたり、なんかちょっとそんな使いづらそうだったんで、もうサビの最後のとこです。サビの最後の2-5 Cm7 から F7 のとこ、これはめっちゃいいっす。これ今回かなりバド度高いっす。バド度がなので、ぜひ見ていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。さあ、今日はサビの最後の Cm7 から F7 なんですが、この Cm7 の時に弾いてるフレーズがどう考えてもF7 なんですよ。で、左手はこう Cm7 の1と7を押さえてるんですが、まあこんな感じです。1-2-3-4 1-2-3-4 ですけど、1拍目が ないですね。2拍目から入ります。こういうことです。これね、Cマイナーで考えたら Cマイナーの1、なんだこれ、メジャー7、セブンス、13、まあ6、1、ここまではフラット3まではいいんですけど、これがもう、まあアボイドノートですよね。シャープ11の音、Cマイナー7で。なんだけど、どう考えてもこれもう、F7 っすよ。F7 の5から入って5シャープ11435セブンスフラット9、これね、 F7 の押さえ方ですね。なんでもう長い F7 のとこで使った方がまあより一層インサイドなんだろうけど、まあバードパウエルも関係ないですね。こう2-5で F7 っていくんだけど、あ、まあこっちはまあ、とりあえず普通なんですよ。これがかっこいいですね。これもう、モロバードパウエル感ありますよね。何ですかね。ここは、サーティースから入って、サーティース、セブンス、1度って行くんだけど、ここで、フラットサーティーン行くんですね。なんで、サーティーンから、フラットサーティーンに行くフレーズではありますよね。ここで、スケールが変わりますよね。だからこっちはまあミクソリディア的な感じなんですけど、こっから、まあ、オルタードとかそっち系のやつになりますね。で、この感じ、まあ、ここがオーギュメントですね。結局ここが全部超サンド超サンド超サンドで F オーギュメントになります。これもかっこいいくて、さらに、てれてれ、ここ、今度オーギュメント行って、セブンスとシャープイレブンなんで、これも完全にホールトスケールでしたね。全貌が明らかになりました、今。これです。ホールトン。全部、超2度、超2度、全音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 。はっきり言って僕このスケールのあれ難しくてあんま手出してないですよ。ホールトスケール、この人使ってますよね。だからバードパウエルっぽいんだね。やっぱね、バードパウエル結構ホールトーン使いますよね。で、ここまではミクソリディア、こっからで、オルトスケール、ただこう、全音だから、上がったり下がったり。まあ、文句はよくこういうね、やってるけど、もっとこっちの方がフレーズっぽいですもんね。だだだだって、この、なんか、ジグザグの感じがいいんでしょうね。こっち行って、こっち行って、みたいなね。の前にサーティースが入ってるのもポイントだと思いますね。なんでこれ、いろんなとこでまた、変えて C7 だったらラから始まって、あ、割
割と簡単にパクれそうだな。 B フラット、あ、結構いけますね。 E フラット、結構すぐパクれてパウエル感出せるお手軽な。で、まあこのさっき言ったこれはまあ C マイナーだけど、ずっと F7 とまあ2-5 のとこでもこれセットでも使えると思います。さあ、以上でおしまいになります。皆さんチャンネル登録よろしく。さあ。